こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はオートのノノック、0.5mm シャープペンシルの紹介です。でこちらの商品なんですけれど、ノックしたらもうずっと書き続けられるという、まあ、オレンズネロ的なのを、まあ、500円プラス税でできてるという、まさにちょっとオートのびっくりするとこなんですけど、しかもこれメタルのボディにクリップもメタルで、口金も金属パーツで、なかなかいいんですよね。でこれ書き味もすごく良くて、ただねちょっと残念なのが、このちょっと上が太くて真ん中が細くて、また先が太いという、これがねちょっと持ち味がね微妙に僕が好きじゃないんですよね。なのでまあちょっと通常なら何本も買うんですけど、何色も買うんですけど、まあこれもともとブルーとイエローとピンクとシルバーとブラックという展開やったののブルーを購入してた商品で、まあオートさんはね他のメーカーに比べてちょっとランク、この価格帯ならちょっとワンランク上のクオリティをちょっと求めてる感じがして、すごくいいですよね。まあ500円台って言ったら当然デルガードとか、そうですね、オレンズとかあの辺の商品と同価格帯なんですけど、まあこのメタルパーツはすごくいいなっていうふうに思います。でこの後にね、確かねちょっと大人なダークなカラーが出て、でその後にちょっと今回この限定商品が出たので、とまたちょっと紹介していきたいなと思います。こちらねツートンモデルということで、シルバーブルーとブラックレッドの2色の展開してた商品です。こちら、まあ通常の商品と変わらないんですけど、このちょっとシルバーがかっこよくてついつい買っちゃったんですけど、まあどうしてもこの光物的なシルバー大好きなんで、まあこうやって見るとなかなかちょっとかっこいいんですけど、まあ、ちょっと若干滑るかなというような感じではありません、ね。とね、書き味としてはすごくいいんですよね。いずれにしてもちょっとクオリティは高いですよね。これで500円プラス税ならちょっと、持っててもいいかなっていうふうには思います。うん、なかなかクオリティ高いと思いますね。でさらにそのオレンズネロと、まあ、同じような機構っていうか、ずっと書き続けてそして折れないという、もうデルガードとオレンズのいいとこ取りというような商品になるんですけど、まあオートさん自体の評価があまり高くないみたいで、売れてるかどうかちょっと僕は分かんないんですけど、まあそれにしてもちょっと珍しくこう限定カラーがあったので購入してみました。また限定商品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。